こんにちは、ブラマユミの時間です。今年の初詣は皆さんどこへ行かれましたか？私は、お祝い酒、そしてお祝い酒といえば日本酒、日本酒といえばお酒、お酒の神様の松尾大社へ行ってきました。場所は阪急電車松尾大社駅下車すぐにあります。ここは平安遷都前からある神社ですので、京都最古の神社とも言われています。本殿は室町時代のもので、国の重要文化財に指定されています。本殿のその屋根部分、庇部分なんですが、全国でも大変珍しい両流造りと言われるもので、その前方だけでなく後方にも庇部分が長く伸びているのが特徴です。日本神話によると、大山喰の神が亀の井の水を汲み置いていたら、一夜でお酒に変わり、そのお酒を諸国の神々に振る舞ったと言い伝えられています。長寿の名水として多くのご利益をいただけるお水だそうです。他に人気のパワースポット、ここは私も一番こう思い出に残る気になった場所なんですけれども、霊気の滝があります。霊気は古代中国神話に出てくる生き物なんですけれども、その霊気を守るような形をした天狗岩が鎮座しています。写真付きの説明があったので見てみたんですけれども、どこにあるのか全然わかりませんでした。他に相生の松といったオスとメスの根っこが一つになっている松があります。夫婦和合、恋愛成就のご利益があると言われています。今年は寅年ですね。松尾大社には大きな絵馬があります。迫力満点、みんなが写真を撮っておられたので、やっぱり私も撮らせていただきました。楽しかったです。ここ松尾大社なんですけれども、歩いて2キロほどのところに嵐山があります。京都で観光の有名な嵐山、ちょっと遠いんですけれども、でも気分がいい、お天気のいい日だったらウォーキングとしてもおすすめです。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。松宮局の YouTube では、今回のようなプライベート動画ブラマユミだけではなく、すぐに役立つ分かりやすい健康情報、そして女性に優しい心の教室として有名な本を紹介する動画、あと最近では今年3月末頃オープン予定の新店舗建築状況なども投稿していく予定です。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。